末は、残業宣言。中日松葉隆弘投手が、ドーム限定5回までのリミッターを解除し、10日の DeNA 戦に今季初先発する。2年ぶりの4連勝に向け、先発陣は8日は名古屋球場で調整。2軍戦3試合に登板し、2勝、防御率 0.56 と準備してきた左腕モマンを持たして合流した。もうリミッター解除ですよ。いけるとこまで。5回のリミットは解除してもらう。投手練習に立ち会った大塚投手コーチは開口一番、ベテラン左腕への信頼を口にした。屋外球場で6回以上のゲームメイクを厳命。大塚コーチ命名の、1、テンポ、2、ストライク先行、3、ゴロアウトの、松葉の3箇条を達成しての今季初勝利に期待した。むしろ5回で下ろしてほしいわ。あの球威で3回り目抑えられるわがないし。定時退社はもうやめだ。中継ぎの負担を考えたらしゃあない。松葉オリックス時代から制球良くなったよな。斉藤も良くなってるし、バンドクッソ投げやすいんかな。今年は内野硬いから、松葉みたいなゴロ打たせるタイプはハマるんちゃうか。でも6回投げても打たれるやん。残業してくれるなら相手としてありがたいわ。まあ6回以降は松葉に限らず、ワンヒット出たら変えるけどな。立浪は。ゴロピーだったっけ？6に当たらんから、頭の中の選手像がぼやけてきたわ。まあ次の日移動日だから、リリーフ投入してもいいやという考えはあるだろう。去年とか5回50球とかでも変えてたからな。立浪今週は木曜移動日だから多分我慢できずに変えると思うわ。大量失点するまで投げてくれ。5回60球とかでも6回になるとド派手に崩れるから、結局5回3分の2とかで下ろすことになりそう。1イニングに複数点を取られないように投げればいい。四球と本塁打に気をつけて6回3失点なら合格。